ですね、ただこういちろうくんと五木田智夫さんをですね、2つですね、一気にいきます。で、じゃあ、トランジッション。はい。で、またただこういちろうくんですね。で、ただ、まあ、こいちゃん、あれですね、売れっ子です。いいですね。嬉しいです。個人的にはもう超嬉しいですね。はい。で、これで、これね、タイと、AD ギャラリーって言っていいのかな、もう僕発音がよくわかんないんだけど、六本木ヒルズの、なんていうの、森美術館から降りてきたところに、ミュージアムショップあるじゃないですか、あれの奥ね、あれの奥のギャラリーね。で、多分2回目の個展じゃないかなと思うんだけど、で、ですね。で、タダコイチロー、恋焦がれ、パルマコン。で、このパルマコンっていう、デリダが言うパルマコンですかね、なのかな、まあ、と思ってたのね。で、多分間違いないです。で、なぜかというと、日本語が恋焦がれ、パルマコンっていうタイトルじゃないですか。これね、英語にすると、Love is, まあ、パルマコンですね。Love is ファーマコン、パルマコンということの、ファーマシー。だからファーマシーです。これ の語源です。で、デリダに、パルマコンっていう、有名な論文がありますよね。三種っていう、論集に入ってますね。日本だったらね。で、三種っていう論集に入ってるんだけど、パルマコンっていう、だから、あれですよ。脱構築的な話ですよ。ディコンストラクションの話で、ファーマシーっていう言葉は、毒っていう意味もあるし、薬っていう意味もあるっていうことですね。だから語源まで戻っていたら両者の意味があるんだっていうやつですね。でもまあ実際そう、薬ってそうですよね。毒入れてるみたいなもんですからね。ある種のね、っていうことですよね。で、Love is パルマコンですから、愛は毒であり薬であるっていうタイトルなんでしょう、ね、で、多分こいちゃんが Love is パルマコンっていうタイトルにしなかったのは、彼はあれだと思います。MC ラバーっていうラップミュージシャン別にデビューとかしてないけどね、ラップをやる人でもあるので、だからこういうタイトルにしてると僕は思っています。これは僕はね、とてもいいことだと思いますね。つまりね、英語だったらね、Love is パルマコンとしか言えないわけですよ。こういう明確な、まあ言ってみれば分析哲学的なっていうかな、言語哲学的なね、表現にしかならないんだけど、日本語だったら恋焦がれ、パルマコンっていうね。だってこれ、まあでも、まあでもこれはいけるか。これはまあ、英語にできそうな気がするね。ラブバーンとかね。ラブバーン。だからバーニングラブみたいな感じでね。燃える、焦がれるっていうのはやっぱりこう、バーンアウトって感じですよね。で、パルマコンっていう感じですよね。うん。まあ全然違う、でもやっぱりバーンアウトっていうと全然違うよね。全然違う意味が生まれてきますよね。こういうね、言語の、これ、ね、高橋千君とかもそうですけど、英語と日本語を全然違うタイトルつけるっていうの僕結構いいと思ってて、彼ら、まあ彼らすごく仲のいい友達だけど、高橋千とこういう多田光一郎は、もうめちゃくちゃ長い間彼ら一緒にいると思うんだけど、それこそね、芸才じゃないけど、相田さんの、夜、芸大の、喫煙所とかね、外の、自動販売機あるとこあるじゃない、食堂の前、とかにずっといたんだよね。で、そういう人たちだったんだけどね。だからまあ古き良き芸大生の最後みたいな人だよな。なんだけど、なんだったっけな、そうそうそう。で、彼ら二人とも英語と日本語をちょっとこう違うタイトルつける二人だけど、僕はやっぱりそれはね、日本っていうことをね、どういうふうに、日本人であるっていうことをどういうふうに引き受けるかっていうのを彼はちゃんと考えてるんだと思いますね。
つまり西洋の美術っていうものに対して日本人としてどういうふうに対抗していくのかというのは明らかに考えていると思う。だからその先日紹介した高橋千君の作品も、小さい頃は神様がいて、もちろんユーミン、まあ、ジブリ、なんだけれども、それ日本語で書いてるんだよね、やっぱりね、真鍮にね。やっぱそういうことをかなりよく考えてると思いますよ。そのなんか結節点みたいなものをね、どうにか探すっていうかね、という作業ちゃんとできてると思うので、すごくいいと思いますよね。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと高校一郎の作品出しますね。はい。で、こいちゃん、今回は、前回ですね、紹介した時は、これが前回の時のやつだな。で、はい、今回 AD ギャラリー、これですね。はい。このディスプレイかっこよかったですね。このディスプレイすっげえ分かりにくいところにあるんですけどね。なんか奥の方のエレベーターのところとかにあってめっちゃ分かりにくいんですけど。で、内部こういう感じになってます。今回は、前回はまあ前回の個展ですね。は顔だけ、だったんですけど、女の子の顔だけっていうタイプの、だったんですけど、今回ね、全シリーズ出します。すべてのシリーズ。これだから3シリーズ全部出してます。で、多くのやつがですね、水平線シリーズですね。海です、水平線。これですね。で、これはですね、女の子とは違ってですね、相当タッチが残ってます。まあ、筆の跡ですね、がかなりはっきり残ってるんですよね。で、まあ、あと2ついきましょうか。これが女の子ですね。で、こっちはもうタッチがほとんど残ってないぐらいツルツル。に、消してるっていうことですね。超平面性っていうことです。平面ですね。それから水平線と平面ですね。で、それからゾンビです。これゾンビキャンパスって彼呼んでるんですね。だから彼がゾンビって呼んでるのをなぜゾンビと呼んでるのかっていうのが、恋ちゃんの中でどれぐらい、はっきりしてるのかはわからないけれども、僕の解釈ではやっぱりこれは身体ですね。つまり絵画の平面性というのはその表面のキャンバスの方ですよね、に、あまりにも偏っているわけですけれども、でも皮膚と言ってもいいけどもね、皮膚じゃなくてその中身の方、躯体ですよね。なんていうの、枠ね、枠ね、木枠、骨、のが突き出ているような状態ね、を肉体ゾンビとして、表してるってことのね、見てないものね、見えないものね、けれども中にある内臓的っていうかな、そういう作品として提出してますよね。平面、肉体の内部、ね、こういうことです。これなんかね、すっごい上手だよね。こいちゃんめちゃくちゃ上手になってるんだよね。これなんかね、なかなかできないらしいです。こいちゃんすごい力があるんですね。まあ、彼はもともと、まああんまり言っちゃいけないかもしれないけど、もともとちょっと悪ヤンキーだったんですね。で、あれですよ、レスリングもやってたから、すごい体、いい体してるんですよね。力持ちなんですよ。もともとまあそういう体だったのかもしれないんだけど、うん。だからなんか、ものすごいこれ綺麗にやってるけど、すっごい難しいらしいです。これできないらしいです、普通。うん。これもね、もうちょっとね、だから破れたりするんだと思うんだよね、これ。だからその辺をもうちょっとね、うまくできたらいいと思うんだけど、今回白だけにやって、まあもっとカラーとかでもやってるんですよ。で、こっちはツルツルでしょ。ほら、こっちツルツルね、全然これ筆致残ってないでしょ。こっちも筆致だらけっていう感じなんですね。はい。で、これね、水平線がね、僕ね、水平線の種類ですごい重要だと思ってるんですよ。で、彼が何がやりたいかっていうことを考えるときに、やっぱ水平線っていうことはもう極めて重要で、やっぱり彼は絵がやりたい人なので、絵画というものが何かっていうのを考えてる人なんですね。です。で、その時にもうね、水平線ほど重要なものはないと思ってるんです、僕はね。で、それどういうことかと言いますと、
水平線といえばですね、すなわち消失点なんですよ。あの水平線というのは要するに何あの全てが消失するところなんですね。まあ、あの丸いからなくなるっていうのは確かにそうなんですけれども、見えなくなる点なんですよね、あれやっぱりね。で、あのね、ルネサンスの時に遠近法というものが発見されてね、発見されたけど、まあまあ作られてね、今まで連綿と続いているわけですけれども、絵画の基本として。あれはですね、僕はですね、コロンブスというかですね、大航海時代がなかったらですね、生まれなかったんじゃないかと僕は思ってるんですよ。つまりですね、船に出て行ってですね、水平線の向こう側にですね、フロンティアがあるんだということです。すなわち消失点っていうのはフロンティアですよ。僕はおそらくそうだと思う。そういうその海の向こうにどん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 出ていくという、そういう想像力と具体的に身体を伴った行動によって初めて消失点っていうのが生まれたんだと思うんです。なんでかっていうとですね、消失点の特徴って横にあるっていうことなんですよ。つまりね、目の高さから水平に見るんですね。それを前提としてるんですよ。目がですね、下を向いたりですね、上を向いたりするっていうことは基本的にあまり想定しない。まあするんだけどね、もちろんするんだけどもね、基本は真横なんですよ。真横を基本とするんです。で、それはですね、真上でも真下でも良かったはずなんですよ。あれ後ろとかでも良かったはずなんだよね。なんだけど、なぜ真横なのか、正面の真横なのかっていうと、これは海目指したからだと思うんです。フロンティアだと思うんですね。で、僕はあのその時にやっぱり、ね、その平面性っていう絵画の平面性っていうのがあまりにも力を持ちすぎたわけですよね、グリーンバーグ流のね。その時にね、まあ、いろんな方法があったけどもね、いろんなまあ方法があった。だからミニマルに行ったりとかね、あるいはそのニューペインティングみたいな方向に行ったりとかね、いろいろあるわけですね。ポリティカルアートなんかもそうだし、パフォーマンスもそうだと思うんだけどね。でもやっぱりね、アートの還元主義的な考え方、グリーンバーグ流の還元主義、平面だと、絵画平面などであると、平面性こそが重要だと、これはやっぱめちゃくちゃ強いんですよ。これね、どうやってね、もう一度捉え返すかっていう時に、彼が水平線に注目しているということはとても重要なことです。しかも水平線をその筆致によって描いているっていうのはとっても重要なことなんですよね。これはね、すごくいいと思いますよ。しかもね、それを僕は彼その意識的にっていうか言語的に分かってるかっていうか、意識してるかどうか知らないよ。ただね、感覚的には完全に分かってる。なぜかというとね、これね、全体的にね、位置がね、高いんですよ。多分ね、2センチくらいだと思うけどね。2、3センチね、高いです。位置が。だから目の前に来ちゃうんですよ。だからね、やや見下ろすぐらいがね、一番見やすいんですよね、絵って。やや見上げると、ものすごく 見にくくなるのよ。だから、すごい巨大な絵って見にくいでしょ。西洋美術館とかでさ、すごい距離取ってさ見させられるやつ、あれすごい見にくい、めっちゃ見づらいなと思うじゃないですか。だからやや見下げるぐらいがね、本当やっぱ絵は一応見やすいと思うんだね。見上げるように作ってるやつもあるよ、もちろん、ありますよ。だけどやや見下げるぐらいが基本は見やすいと思うんですね、僕ね。なんだけどね、というのか、それ光の反射の関係でね、まあいいや。で、なんでこのやや高めっていうのがね、いい、分かってると思いますね。うん、彼はやっぱいい作家ですよ。さあ、なんですかね。さあ、で一方ですね、次行きましょう。ゴキタさんで、ゴキタさんのね、ゴキタさんについてはね、僕ちょっとなんか、まあ、全然違うこと喋ってみましょうかね。ゴキタさんはね、僕がね、10年以上前に大学院生だった時にね、まあ、銀座のディーラーのところでちょっとアルバイトさせてもらってて、西田くんが今頃ジョインしてきたの、うん、まあいいや、もう面白い話全部終わったよ、西田くん。はい、
何だったっけな、ゴキタさん、僕だから10年以上前にアメリカに行って、でまあなんかいろいろね、いやいい経験させてもらったんですよ。クリスティーズとかサザビーズのね、メインの会場ね、メインの会場って入れないんですよ普通。うん、だからあれね、夜のあれね、オークションね、イブニングでいいんだっけな、イブニングオークションねの、だから何十億ってやつですよ、がまあ30点ぐらい出るのかな、何十億のやつね。でそれ僕前から2列目とかに座ってね、でなんかその時ちょうどね、僕ね、なんかうまく調整できなくて、僕は一人で行くことになったんですよね。だからなんか安いスーツ買ってさ、でまあでもなんかみんなすげえ金持ちなわけ、全員周りで、もう自分のスーツペラペラなわけですよ。バレバレなんだけど、とりあえず偉そうにしとかなきゃいけないと思って足とか組んだりしてね、偉そうにやっときましたけどね。まあそんな中でギャラリーを巡ってたらですね、まあついでにギャラリー、まあ当然ギャラリーも巡りますよね。そしたらチェルシーのね、すごいちっちゃいギャラリーにね、ちっちゃいギャラリーにね、なんかね、をなんかで、まあまあ僕、まああの、あんまり僕日本にいても海外、てかアメリカの方が僕喋りやすいんですよ。海外の方が僕喋りやすい、いろんな人と友達になりやすいのね。だからまああの、ちっちゃいギャラリー、まあいろんな大きいギャラリーとかにもいっぱい入って、でもなんかすごいフランクにいろいろ教えてくれたな。なんかあれで、ガゴシャンとかもなんかすごいフランクだったな。なんかそういえば今思い出したぞ。なんかハウザンドワースとかもすごい良かった気がするな。うん、なんかあれ楽しかったな。だけどで、それでね、でまあとりあえず目に入るのには全部入ってたんですけどね、ちっちゃいのに入ったら、おどこから来たんだお前みたいな感じで、日本だよみたいな感じで言ってたら、おおとかって、このな、お前すげえサッカーいるの、お前ゴキタって知ってっかみたいな感じで、んゴキタ、ん誰みたいな、ゴキタと思うって言うんだよって言って、俺これ今いっぱい集めてるから、なんかお前もし持ってたらくれみたいな感じでまあ一応僕もそのディーラーとして言ってるからね、ディーラーとは名乗ってないけど、うん、まあでも多分話の中でそうなったんだろうな、ディーラーとして言ってるから、まあ、あったら、まあ、もうちょっと流してくれみたいな感じで言われたっていう記憶があります。ゴキタね、うんみたいな、高速どういうサッカーとか言って見せてもらって、へーとか言って、なるほどねみたいな、これ何で書いてるの、スミとか言ったりしていや違うよ、いやでもまあイラストレーターなんだけど、彼ね、これから彼いいんだよみたいな感じですげえ押してて、もうそうなのとか思って、全然ねその時売れてなかったよ。だけどこんなに売れるとは思わなかったね、その時買っときゃよかったよ俺。でもね、分かんないよやっぱり。でやっぱりね、エキゾチックなんだと思いますね彼の作品。白と黒で墨みたいで、でやっぱ上手いですよね、そういうプレゼンテーションがすごく上手な人なんで、まあ上手いですよね。で今回ね、初めてねカラーの作品です。日本の古典で初めてみたいですね。で高石さんで、今日始まったばっかりかな、今日行ったんです僕ね。のこういう作品書かれてるみたいですね。すっごいペインタリーっていうか、なんか絵描きっぽい絵っていうかでね、を書かれてましたね。こういう感じになってましたね、こういう感じ。まあ皆さんなんかこういうのどう思われます？決して悪くないですね、決して悪くないと思うんですよ。だから僕こういうの好きな人多いんじゃないかなと思う。好きな人多いんじゃないかなと思うんですね。ただね、これは僕の趣味はではないんですけど、好きな人多いのもすごくわかるし、いい絵だとも思うんです。結構いいですよ。なんかタッチもなんかやっぱオリジナルっていうか、そのゴキタさんらしさっていうのは出てると思うし、いいと思います。ただ僕はその何ていうかな、何かを更新されてるっていう感じがはないと思うので、僕はちょっと評価はしないですけど、まあいいですよね。でこういうキャリアの作り方もありますよっていう参考になるんじゃないかなっていうふうには思いました。だからそのちゃんと海外で受けるようなものっていうのをすごく分かりやすくパッケージして持っていくっていうのはやっぱり大事だし、やっぱ黒と白っていうので単純に分かりやすかったんだと思いますよ。でローラーみたいなので書いてさ、
良かったんだと思います。そうやって有名になって、でその後に本当に書きたいものを書いていくっていうようなやり方っていうのはやっぱり生き残り戦略としてはあると思うんですよね。やっぱりサバイバルなので、そういうことを考えていいと思ってます。でただ僕がゴキタさんをね、だからコイちゃんを見た後にゴキタさんを見たわけです。でこの作品を見た時にね、あやっぱり 僕はやっぱ試されてるなと思ったんですね。これそれどういうことかというとね、僕は今ね同時代に生きてるね中でね、ゴキタにつくのか多田光一郎につくのかっていうねいう感じだったので、僕の天からの声を聞いたわけですよ。で俺は多田光一郎につくしかねえよなっていう感じだったわけ。それはね賭けですよ、ベッドですよ。現代においてはまあ負け戦かもしれないよね。でもやっぱりね歴史においてベッドするなら多田光一郎だと思うんだよね。だと思うのよ。そのやっぱり絵を更新しようとしてるのは多田光一郎だと思う。で絵を描こうとしてるのはゴキタと思うだと思う。うん。だと思うですね、僕は。僕はやっぱり、でもやっぱりその、これは欲動しいのかな。うん。まあそういうところでね、僕はだからゴキタさんは、批判は特にしないですね。批判は特にしない。ただどこだっけ DIC 河村記念ミュージアムかなんかだったかな。だから大量に見ても面白い絵じゃないですよね、ゴキタさんの絵って。だから今回のこのカラーの方が面白くなったとは思いますよ。だからこっちの方が僕好き、白黒より僕はこっちの方が好きです。でだし彼やりたいのこっちなんじゃないかな。わかんないな、わかんない、それちょっと言い過ぎかな。まあわかんないけど、僕はこの作品はを作り続けられるのであれば、僕は白黒の作品ずっと作るんだったら僕もう全然興味なかったんだけど、このカラーの作品をどんどん作っていくんだったら僕ちょっと見続けたいなと思いました。ですね、ただまだ何がやりたいかよくわかんないけどね。でも面白くなるかもなっていう気はしましたね。はい、という感じですかね。ちょっとごめんなさい、なんかゴキタさんに対してはすごい偉そうになっちゃった、すいません。いやゴキタさん自体はすごい、僕はなんていうかな、人柄が出てる絵ですよね。いい人なんじゃないかと思います、僕。期待に応えてる感じがするし、うん、そうですね。まあでも僕は多田光一郎にベットしますよ、ということですね。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。